銀河殿、見事な働きだったぞ。拠点の一つを落としたことにより古今は足がかりを失った。まったく歯ごたえのない連中。よく解く。敵は侮ることなかれだ。それは分かってる。黄色い頭巾の首が足りない。おそらく残党が近隣に散っていよう。そいつらの首を刈れば姉上の気も晴れて私もいい暇つぶしになる。みんな、砦の周囲を警戒するように。どれ、我らは砦の見聞と行くか。糧食があるといいが。我らは山賊ではないぞ、よくとく。分かっているさ、姉上。残った仕事が自分からやってきたか。悲鳴が聞こえたが。お前たち、何をしている？民が難を受けている時に、お主らはおののみを案ずるのか！姉上！大事ないぞ、よくとく！この私がその女性の身代わりとなろう。
待て。今出て行けばお前を殺す。騒がしいから何かと思えば残党ごときに情けない。この矢は貴公が？いかにも。お主が謝ってばこの方の命はなかったぞ。外さぬ自信があっただけのこと。何？どうした？何を喧嘩しとるのかね、うちの関羽は。お！うちの関羽の前に立って平然としてられるとは、あいつはとんでもないぞ。こいつは運がなかったようだな。おのが天だとでも思っているのか、貴様。待てよカウ、未熟を助けられた上に突っかかるとは大人げねえ。劉備殿、姉上は？わかってるさ、張飛よ。俺は益州の劉備、志を得て艦長のために立ち上がった武将だ。恩人に名前を伺いて。貴公が劉備か。北方の民も各夜の連日の転戦は見事に地に足のついた戦ぶり。この私にも覚えがある。聞いたか関羽、張飛、わかる人にはわかるんだな。劉備殿がこんなに褒められているのは姉上以外から初めて聞いた。だが貴公の軍は貴公の色に染まりすぎている。何？それの何が悪いのか。貴公の戦を憂う心、
民への思いはいかにも尊きもの。されど汝の軍には大事をなさんという気迫がない。戦の暴挙すら飼いならさねば貴公の志は無駄に終わろうぞ。この俺をそこまで言うとはな。おめえさんの名前は教えてくれねえのか。姓はそう、名をそう、あざ名を孟徳。孟徳、孟徳はどこだ。孟徳、なんと、これはどうしたことだ。気にするな、大したことでもない。孟徳、お前はいつもそのように言うが。何でもないってそこの御人が言うておろうに。その通りだ。現状、兵を集めよう。ではまたいずれ。行くぞ。候補数将軍も首を長くして待っていよう。砦が落ちたか。案ずるな。次の守りは人工将軍長領、我らが弟ぞ。官軍の勢いもここまで。天が我らを見放すはずがない。見放すはずが。いいな、長宝。艦長にまつわるものはすべて我ら太平道の色に染め上げるのだ。そう、天、天よ。おお、なん恐ろしくも美しき天かな。
結果的には彼女の判断が正しかった。私もそれは認めております。矢は外れなかった。四の五の言ってもしょうがあるめえ。しかし民を危険にさらしたことは許せませぬ。あの曹操ってやつは矢がそれていたらどうしただろうかね。銀河どう思う。そうさね、認めねばなるまいよ。あの器はさ。あんな奴がいるんじゃ、この乱世は黄巾を倒したくらいじゃ終わらんかもな。なんで、もうお日さんは沈んだぜ。ああ、その後は私から話そう。やれやれ、なんだか嫌われてしまったようだな。見つめ合ってるところ悪いが、ご報告とやらを伺いて。そうであったな。候補数将軍の命により、我が隊と劉備殿の隊は西方の拠点を攻めることとなった。敵軍を率いるは黄巾族の将長領。長領といえば確か聴覚の末帝か。それゆえに討ち取れば黄巾族に与える影響も大きい。のための合同軍だろうよ。いかにも。この戦線において聞こえてくる武勇は我が曹操隊のものか、あるいは貴公の隊によるものがほとんどを占める。戦局を背負うのは我らだ。この勝負、我らの気骨が対局を分かつ。断る理由はねえ。曹操殿、どちらが先に長領の首をあげるか勝負といこうぜ。首は劉備殿に譲ろう。私が欲しいのは名だ。名声を得て何とする。聞こえてくるのは曹操、貴様の悪名だけだ。我らが無法の戦いを繰り広げるのはそれが狙いだ。主に足を引っ張らせるなよ、関殿。お前の主は戦が弱い。そちらこそ、目に余る無法を働くことがあれば容赦なく切らせていただく。良いだろう。私に限らず我が隊の者が無様を見せたら、その場で切られたらよかろう。
また二人で見つめ合ってるよ。どう思うね、張飛。姉上がやると言うなら私もやるまで。少しは仲良くしろい。銀河と俺はこれほど乗り気だってのによ。乗り気？心が踊るんだろう。わかるぜ銀河よ。顔に書いてあるぜ。わかるぜ。むしゃぶるいだよな。民を救うための戦で心が踊っちまうってのはお互いどうしようもねえよな。ガンウ殿、そう嫌ってくれるな。貴公の数々の武勇は聞いている。私は貴公が好きだ。なあ！劉備殿は心が躍るという。私もまた乱世に生を受けたことが嬉しい。貴公のような英雄と剣を震えること、それが何よりも私の喜びだ。民を救ってこその武だ。もっと己が生を楽しむがよかろう。さらばだカウン殿。おや、カウン、顔が赤いぞ。どうしたんだ？赤くなど、私は冷静です。まあ、他人の思考にどうこう口を挟む気はねえがな。はあ？劉備殿、何を言っているのですか？銀河はどう思う？銀河殿まで。何を言っておられるのですか！冗談冗談冗談よ。さあ、カウン、張飛、あいつの悪名などお前たちの武名で吹き飛ばしてやれ。よいよい。銀河、お前さんもしっかり頼むぜ。